東海道新幹線で今月6日に発生した停電は車両に電気を送るケーブルが損傷しショートしたことが原因だったと JR 東海が発表しました東海道新幹線の停電は今月6日午後0時16分に静岡駅と掛川駅の間で発生しました上りののぞみ12号で異常が発生し上下の列車が 最大およそ3時間運転を見合わせました JR 東海の発表によりますとのぞみ12号の特効圧ケーブルと呼ばれるパンタグラフから取った電気を各車両に送るケーブルが何らかの原因で損傷しショートしていたことが分かりました JR 東海は緊急対策として全編成に対して車両間の特効圧ケーブルに異常がないか一斉点検を実施するということです